今日はですね、恵比寿にあるダルマットさんに来ています。濃密レストランの、プロジェクトに、私が医師としてまたソムリエとしてですね、何かアドバイスできることがあればということでちょっとお邪魔したいと思います。じゃあ行ってきます。こんにちは。どうも青木です。今日はよろしくお願いします。今日は、はい、こちら濃密レストランということでね、はい、もう営業を始めてらっしゃるということで、はい、いろんなところをちょっと医学的に、僕がアドバイスできるところがあればと思い、ちょっと、お邪魔して次第で。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。このシェフのマスクはなかなかいいですよね。笑顔も見えつつ、いわゆるその飛沫が飛ばないっていうところでね、はい、素晴らしい工夫がされたマスクで、いいと思います。まあ、表も中もみんな、あ、シェフちゃんとウイルスを除去する、作用が期待されているというグッズもたくさん身につけていらっしゃる。はい、おまじないですね。はいはい、医学的にはまだこういったエビデンスは本当は取られてはいないんですけども、まあ、基本的にこのスタンスとしてはね、非常に好感が持てるんじゃないかと思います。いいと思います。じゃあ店の中を見てまいりますか。はい、はい、よろしくお願いします。まあ、基本的には地下でということですね。はい、はい、食事を、はい、厨房とこちらが店内ですね。基本的にテーブルにの感覚であるとか、僕これでいいと思います。ただできればですね、やはり水位は直接向かい合わない形にしていただいた方がいいので、やはりこちらにいるとすると、こちらのチェアを斜めにして対峙しない形でのセッティングというふうにしていただくといいと思います。で、厨房の中の方々も皆さんマスクされていて、これはこれでいいと思うんですね。ちゃんとシールも貼ってらっしゃるんで、非常に姿勢としては素晴らしい。これ空調に関しては、ここがエアコンです。エアコンです。で、空調は回りますので、ですね。空気で、はい。向こう側にもエアコンがあるので、回して、ダクトで吸い上げる。ということは、いわゆる密閉空間にならないということは多分。こちらのテーブルも今お話したように同じようにこちらとセッティングはこちらに、はい、斜めにしていただくっていうのがいいかと思います。はい、でこの並びのやつなんですが、これは実は並んでる場合にはこの感覚でもいいという、いわゆる直接唾液の飛沫が飛ばないということで、まあ、これでいいかと。もしお一人様でいらっしゃった場合には席を離していただければ、うんうんうん、ここに横並びでお一人様が2組という形で入れるといいかと思いますね。僕もこのテーブルがこういうふうにつながっていてもパーテーションされていてそこで区切られていますので、直接のいわゆる、まあ、空気感、飛沫による感染というのが非常に起こりにくい状況になっているので、濃密レストランとしての座席のいわゆる感覚というのは問題ないと思います。はい、席の配置だけ先ほどお話したように対面でしていただいて、あと実際サーブはどのような形でされてます。例えばお水のサーブ、お水のサーブはグラスの中にお水を注いでそのまま置くような感じ、はい、あとはその後は、はい、そのままですね。あんまり触らないように。そうですね、大丈夫です、はい。ワインリストあるいはメニューとかの提示がどのような形は拭いてます。あとお会計はどんな形で、お会計は iPad を使ったりとか、
とは現金を使うので、はい、iPad の方はそのたびに拭くように。iPad は指サインになっちゃうので、そうですね。拭くとそれは非常に、はい、気をつけないといけないところで、はい、タブレット端末で院内で感染した例がすごく分かってますので、タブレットやパソコンを使うような環境はそれは注意しないといけないですね。からまあもし現金でのやり取りがあった場合には、もちろん現金を触った方はすぐにアルコール消毒していただく。予約の取り方や時間の待機のこと、ある程度時間を決めさせていただいて、うん、そのお客様が帰った後30分間次のお客さんを入れるまでにちょっと間を空けて、うん、その30分でテーブルと椅子とあと空気中のアルコール噴霧をして次のお客様を迎えるということです。素晴らしいですね。そんなところですかね。流れてお客様もかなりナーバスな感じありますか？そうですね、大変だよねって言いながら常連さんとか来てくださるんですけど、結構こう間隔も空けたりとかこういうの貼ったりとかしてると、ここまでやってんのみたいなことはよく言われるんですけど、確実にでも 話しているので安心だねとは言ってくれてます。ご覧になっていかがでしたか？しっかりやられてると思いますね。まあ、マスク僕今日実は初めて見たんですけども、まあ、笑顔も見れて、でいわゆる飛沫も飛ばないような感じでいいかなと思いますね。お店の席の間隔もバッチリですし、いわゆるちょっと斜めに話すなんていうことを気をつけていただいて、でスタッフの方々も意識もしっかり高いんで、おすすめできる濃密レストランだと思います。はい、で今回もこの濃密レストランという、はい、提案なんですけど、いかがですか？すごくいいと思いますし、そのお客様も安心してここは行けるんじゃないかっていうお店がこう分かるようになると思うので、いいのかなと思いますし、僕らもそれで広まってくれたら嬉しいと思います。こういったプロジェクトをこれからも健全に進めていきたいと思います。はい、シェフもまたよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。